ミスターアパッチ TV。 はい、おはようございます。今朝の6時なんでこんなに早朝に起きてるかというと、今からですねタージマハルサンライズ見に行きたいと思います。8時9時になると観光客が来てごった返してなんか落ち着いて観光できないらしいんで、まあおすすめの時間帯がもう朝一番に行けということで、早起きして今からタージマハル行きたいと思います。朝の6時、まあ、15分ぐらいですね。もうすでに人がいっぱいですね。すごいな。こら遅くなるわ。手でやってますからね。やっと終わった。ね、明るくなってしまったんですよ。むちゃくちゃ時間かかりますよ。やっぱツアーの人数分買ってる人もいるんで、朝6時ね、着いたところで、わあ、もうサンライズ撮ろうと思ったのにね、もうちょっと手遅れですね。うわあ、これですよ、もう。朝の6時半。ひどいなぁ。いよいよ入場できましたね。まあ入場するのに約1時間かかかることを考えて5時ぐらいで出発してた方がいいですね、サンライズ見たければ。比較的ちょっと緩いねセキュリティで、大きなカバンとかあと三脚持ち込みがダメなんですよね。だからもうほぼほぼ何も持たずに入らないといけないという、ちょっと初めて知りましたね。入り口入っての景色ですよね。すごいな、映像で伝わらないと思うんですけど、すごい迫力ですよ。すげえすげえ、やばいなこれ。マジっすよ、マジ。うわー、うわー、うーん、朝日ですね。朝日に照らされるタージマハール、美しい。なんかね、結構距離があるんで空気のね、霞がね、絶妙にいい雰囲気出してますね。いや写真では見てますけど、やっぱり実際に来るとちょっとね、背筋がブルッとしますね。すごいすごい。いやー、年々ね入場料が高くなってるんですけど、今回ね1300ルピーです。まあそれでもね、想像はるかに超えてやっぱすごいっすよ。むしろ1300、安いぐらいですね。これね、まだまだまだ値段上がるでしょうね。入場してね、約1時間経ちました。今からね、タージマハルの中に入ります。ところが、大行列。ちょっとね、ネットで入場料金調べたんですけども、2006年ぐらいは外国人750ルピーだったらしいですね。ちょっと去年か今年、なんか値上げして、1000ルピーだったのが1300ルピー。どんどん高くなりますね。まあそれだけの価値はね、僕にはありましたけど。本当にいいっすね。朝、アホみたいに早く来たチケットカウンター。朝過ぎちゃうと全然人いませんね。ゆっくり来ればよかった。なんだろうこれ。オッケー。ヨーグルトかな。ヨーゴ。
ああ。ぐしゃぐしゃにするの？あ、ありがとう、天気。ハマチ。天気。なんかね、これガチョリっていうらしいですよ。ちょっと食べてみましょう。うん、美味しい美味しい。揚げパンに中にちょっとあのポテトかな入ってて、すごいスパイシーで美味しいですね。うん、めっちゃ美味しい、食べやすい。オイリーですね。手にね、油が落ちてるんですよ。油かな、蜂蜜ハニーが。ちょっとね、手拭きたかったんでナプキンちょうだいって言ったら普通にペーパー渡されました。まあこれがね、アーグラーのね、街の様子ですね。Hey, can I ask you? Ordinary, how much get salary for 1 month? 1 month, I drive. I get 6,000 rupees. 6,000 rupees. 6,000 ってことは、約1万円か。やっぱ厳しいな。さあ今度はですね、もう定番中の定番、レッドポートアグラ城に来てます。色がね、渋いんすよ。じゃじゃーん。若干ね、色褪せてるところがいいですよね。歴史を感じれて、うわー、迫力あるな。広大さすごいな、スケールでかいな。いや、めちゃくちゃ広いっすね。いやー、あー、ここが一番タージマハル美しく見えるな。いやー、広かったですね。タージマハル行った後なんで、めちゃくちゃ疲れました。あんまりね、ちょっと似てる景色が多いんで、もう一つのところでゆっくり休憩しながら見るのがいいかもしれないですね。さあ、今からですね、ちょっと鉄道で行きたかったんですけども、鉄道のチケットが取れなくて、急遽バスで小田原市の方に行きたいと思います。でね、バスもね、意外と快適なんですよ。寝れるようになってるんで、日本と違って座席じゃないんですよね。ライトがエロいな。よし、うわ、ちょっとなんかもわってこもってますね。すごいな。これがね、ダブル仕様ですね。ね、寝れるんですよ。ちょっとね、座るとね、頭がね、天井についてしまうんですけどね、足が伸ばせるってことでね、もう熟睡できそうですよね。なんかね、めちゃめちゃね、座席のことでね、揉め事ですね。大変だ。